地元プロスポーツ応援スポイチ NTP 名古屋トヨペットの提供でお送りしますこのコーナーは自らの限界に挑戦し続ける地元プロアスリート団体を徹底取材しそのスポーツの魅力楽しみ方をご紹介していきます今月は女子サッカーなでしこリーグ一部の地元クラブ朝日インテックラブリッジ名古屋を特集します 今日はスタジオに広報の南部エミリーさんにお越しいただきました南部さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますまずナデシコリーグについて伺いたいんですが現在は二部制になっております私たちが所属しているナデシコリーグ一部は全部で十二チームありまして二、はい、部は十チームあるという形になっておりますナデシコリーグというリーグとウィーリーグという っていう女子サッカーのリーグがあるというのをご存知の方もいると思うんですが何が違うんでしょうかウリーグはプロのサッカー選手になっておりますナデシコリーグはアマチュア選手が主に所属しているという形になっておりますラブリッジ名古屋はアマチュアの選手の皆さんはい。アサヒインテックラブリッジ名古屋一部になって3年目ということなんですがこのクラブの歴史はどんな感じなんでしょうか 1995年に名古屋グランパスジュニアレディースとしてジュニアチームの発足をしましまたユース発足後いろいろな歴史を得ながら、うん、今の名前になる前哨の2017年に NGU ラブリッジ名古屋というふうに名前を変更して活動を始めました、はい、で2021年にナデシコリーグ一部に参戦した時に株式会社ラブリッジとして活動を始めております、うん ホームゲーム本拠地はどこで試合をすることが多いんですかねはい私たちは今基本愛知県名古屋市を拠点に活動させていただいております、はい、練習は主にテラスポ鶴間というところで活動をしております、はい、試合の方に関しましてはホームゲームとしまして CS アセット港サッカー場というところを活動させていただいておりますはい アマチュアの選手ということだったんですが練習と仕事を両立させてるってことですもんねはい、はい、そうなんです火曜日から金曜日までが朝8時半から10時半が基本的にはテラスポつるまいで練習をしておりますで、そこから皆さんは その後着替えをしてお昼を食べてから皆さん各勤め先パートナー企業さんの方に勤務しております試合は土日に組み込まれているはいそうです月曜日は月曜日はチームの練習はオフになっておりますそうなんですね監督が森山康幸さんなんですねそうなんです、うん、はい今シーズンからラブリッジの監督に 就任しましまたグランパスでも活躍されました森山さんですが実際に接していてどんな監督ですかすごくポジティブで前向きな方ですのでお話をしていて本当に気持ちも前向きになりますし、うん、うすもう選手たちもプレーに集中をして前を向いて練習に励んんででおりますす、うん、そうなんですね、はい、この話聞いて実際ラブリッジを応援しに行きたいなというリスナーもたくさんいらっしゃると思うんですが。 感染する上で女子サッカーの魅力というとどんなところを感じてますかそうですね、普段と違う顔を見せてくれるっていうところがあります。フィールドでは本当にアグレッシブルに戦って激しいプレーもしますし、はい、しなやかなプレーもするんですけども、えー、グラウンドを降りると本当に1人の女性として。<laughs> ホームページを見るだけでもあ素敵てかわいいなという方たくさんいらっしゃってただそれはユニホーム姿なんですがいただいたパンフレットなんかを見ると戦ってる時の姿と私服姿のお写真も載っていて紙一枚でもそのギャップを感じられますもんね。あありりががととうございいまますすこのた本当に魅力だと思います 南部さん広報としてはどんな活動をされてるんですかはい現在女子サッカーの認知度がとても低いというところがありましてもっと多くの方に知っていただきたいなというふうに考えております関、はい、関東方方面面だったり関西方面には女子サッカーーののプロチームの存在しますが。が愛知県にはまだ一つもありません。 たくさんの方に知っていただき女子アツリートが活躍できる環境を本当に皆さんにサポートしていただきたいなと思っておりますので是非生で彼女たちの試合を見に来ていただいて是非応援していただきたいなというふうに思っております。そうですね。 ちょっとワールドカップもあって日程的にはちょっと開くんですよねそうですね7月と8月の中旬までオフの期間になります、うん、そうですね次私たちのホーム戦に関しては9月2日 CS アセット港サッカー場にて15時キックオフで開催いたします <laughs> 最後にリスナーの皆さんにアピールをお願いしますはい 今シーズンチームの目標として優勝を掲げております。残り7試合しっかり戦い抜いて、最後みんなで笑っていけるように活動していきたいと思っております。ぜひ皆様、女子サッカーの試合を見に来てラブリッジを応援してください。ぜひ優勝を目指して頑張ってください。ありがとうございます。ナブさん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。来週からは朝日インテックラブリッチ名古屋の選手、そして森山監督の声をお届けします。お楽しみに。 NTP 名古屋トヨペットは車を販売するだけの会社ではありません車検、点検から保険、携帯電話の販売、マリン事業への取り組みなど暮らしを楽しむもの、こと、経験をお届けします行ってみようよ、名古屋トヨペット地元プロスポーツ応援スポイチ NTP 名古屋トヨペットの提供でお送りしました